パーソナルドクターってなんか聞き慣れないんですけど、何ですかパーソナルドクター？ウェルネスな人生を実現するために、うん、伴走してくれるお医者さんっていう、はい、能動的に介入していきますって、うん、そこが結構大きい違い、うん、では人生にもう伴走する仲間の一人として医者をつけましょうと、あ、まあ、ワンピースのチョッパーですね、はい、これよく社内で言うんですけど、なるほど。アメリカだとメドテックとかすごい来てるじゃないですか、うん、そう、予防医療の分野でもかなりいろんなスタートアップが出てきていまして、うん、データを活用して一人一人にこう最適化された、いわゆるパーソナライズされた予防医療っていうのができる時代になってきてるんですね。お医者さんの役割っていうのも、まあ、その病気になった人を治すっていうところから、まあ、健康な期間を最大化する、うん、あるいは戦略的にその病気を阻止するみたいなところに、もうその役割自体がパラダイムシフトを起こし始めていて、そもそも体調が悪くなってからお医者さんっていう発想自体が古いんですよ。勝てない、まあ、戦略的な健康管理方法ということで、どんなことができるんですかね、まあ、こんな感じでですね、自分の医療データ、健康データみたいなものが全て集約できるようになっています。すごいですね。はい、皆さんこんにちは、ピボットの竹下です。注目のゲストをお呼びして事業内容やビジョンを深掘りする&トーク始まります。本日のテーマは戦略的予防医療パーソナルドクターをテーマに、ウェルネスの提供でお送りします。ピボットの視聴者も本当に健康に興味あると思うんですが、どうしても症状が出て治療するというアプローチが今まで中心だったと思うんですが、それを逆転させてですね、もう予防段階からお医者さんと付き合うという、まさにパーソナルドクターの時代が到来しているようです。本当に新しいビジネススキルセットとなるこのパーソナルドクターについて、キーパーソンを呼んで分析していきたいと思います。はい、本日のゲストをご紹介します。ウェルネス代表取締役医師の中田光太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このウェルネスっていう会社、本当にパーソナルドクターで多分今大注目のキーワードの会社だと思うんですけど、ちょっとその前に代表取締役医師っていう肩書なんですか、なんか珍しいですね。珍しいですね、はい、CEO なんですか。そうですね、でもお医者さん、はい、はい、そうです。あんまり聞いたことない肩書ですよね。そうですね、はい、まあ、今ようやく少しずつ増えてきてますけれども、うん、やっぱりもう今までお医者さんといえば病院だったと思うので。そうですよね、はい、でまあ創業って言ったら開業するみたいなイメージですけど、そうです、ね、会社を作ってるところですよね。そうですね。あと今日それは別に白いスーツではないんですよね。これは白衣ですね、はい、白衣ですね。わかりやすく、はい、はい、お願いします。ちょっと中田さんのプロフィールご紹介すると、東京医科歯科大学を出て、あとピッツバーグで幼少の頃過ごされて、はい、で2018年にこのウェルネスというのは創業。このウェルネスってどんな会社ですか？ウェルネスはですね、もう社名の通り、ウェルネスってこう豊かさみたいなものを示すと思うんですけれども、まあ、会社一言で言うとデータかける予防医療という領域の会社でして、うん、それをやってる目的はまさに人々のウェルネスを実現するっていうのが、はいはい、ありまして、まあ、今までお医者さんってこうヘルス、まあ、要は病気がないことがゴールだったと思うんですけれども、まあ、やっぱり一回の人生ですし、こう後悔なく楽しく過ごしてほしいっていう思いがあって、そのためにこう医療をうまく活用していこうよっていう、そういう思いで生まれた会社です。なるほど、すごい逆転の発想というか、お医者さんに何か悪くなっていくというよりは予防段階からお医者さんと相談するということなんですね。そうですね。で、それは結構今どんな人が使ってるんですかね。まあ、基本的には今ビジネスパーソンの方々が多くて、やっぱりこう日々ね、仕事もあって子供も生まれてとかってなると、なかなか自分の健康ってこうね、大事だと頭で分かっていつつこうね、後回しになってしまいがちなので、まあそこをこうパーソナルなお医者さん一人つけることで、もう自分のルーティーンに組み込んでしまいましょうと。いや、いいですね。なんかパーソナルジムのトレーナーとか、まあ最近つける人いるんですけど、そのパーソナルドクター版みたいな感じですね。そうですね、まさに。すごいですね。ちょっとパーソナルドクターかなりキーワードになりそうなので深掘りしていきたいんですけど、うん、今日はちょっと3つのパートに分けてお話を聞きたいと思います。一つがパーソナルドクターによる予防治療ということで、うん、このパーソナルドクターとは何ぞやというのをちょっと勉強したいなと、で2つ目が戦略的な健康管理法というか、うん、おそらく今後のビジネスパーソンってこれがなんかビジネススキルになりそうな気がするので、その話、うん、で最後に、まあ、健康データを制するものが勝つということで、うん、これを知ってるだけで、まあ、本当にビジネスライフが充実するんじゃないかと思うので、その辺の話をぜひ聞きたいなと思います、うん、でまずパート1、このパーソナルドクターってなんか聞き慣れないんですけど、うん、何ですかパーソナルドクター？パーソナルドクターはでも本当にウェルネスな人生を実現するために、うん、伴走してくれるお医者さんっていうところで、はい、まあ、病気を治すためではなく健康な期間を最大化するために一緒にこう付き合っていくお医者さんと、うん、いうところですね。なるほど、はい、じゃあウェルネスに何人か登録してるお医者さんがいるんですかね。そうですね、今20人以上のパーソナルドクターがいまして、まあ、予防医学について勉強をしていただいて、まあ、病気を治すためではなくてその目の前のクライアントさんがよりいい人生を過ごす、あるいはこう防ぎ得た後悔というか、まあ、病気が進行して見つかって後悔するみたいなことがないように、まあ、確実にこう予防していけるためのスキルセットっていうのをドクターにもしっかりと教育していって、
まあ、あのクライアントさんに伴走できるドクターを増やしてると。いや、それいいですね。で、日々相談したりとか、あるいはお医者さんがちょっと健康診断こうだからこういうとこ気をつけた方がいいですよとか、うん、サプリはこれはいいですよってことを毎日会話できるってことですか？そうですね、もう365日常にもう LINE するような感覚でいつでもチャットが、はい、できるようになっていまして、まあ、もちろん困ったときとかなんか疑問点があるとき相談できるっていうのもそうですし、もう定期的に面談がセットされているので、の能動的にというかですね、定期的に自分の体と向き合う時間をもう作っちゃうっていう仕組みになってるので、なんかこう気づいたら症状はなかったんだけど病気が進んでたとかよくあるんですよね、はいはい、そういうのがないようにもう定期的なルーティンとしてドクターとの時間を持って付き合っていくというようなイメージですね。なんか御社の経験であるなんか30代のスタートアップの経営者が実はパーソナルドクターがいたがためにがんが発見されて助かったっていう例があったみたいですよね、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、まさに。なので普通だとやっぱ30代前半とかだと大腸カメラやりましょうってならないんですけれども、うん、はい、まあ、その方のやっぱ家族ので家族歴っていうんですかね、はいはい、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとかがどういう病気だったかとか、まあ、あの自分が自覚している症状、病院に行くほどではないんだけれどもこういう不調があるみたいな症状から一回受けといた方がいいねっていうことで、あの受診いただいたらまあ見つかったみたいな。すごい。じゃあその30代の経営者の方は、まあ、パーソナルドクターがいたからこの大腸のカメラを受けて、そうですね、そうですね、で、まあ、運よく幸いにがんが発見されて治療できた。治療で、はい、なるほど。あの、まあ、それって結構その本人の人生もそうなんですけど、会社にとって、うん、あるいは投資家にとってもメリットがありますよね。やっぱり経営者が健康であるということは。本当にそうですね、うん、僕が起業したきっかけになったのももう大社長、あの多分誰もが知っているサービスの創業者が、患者さんとして来た時で、やっぱ彼が倒れた時に、うん、その会社すごい大変そうだったんですよね。いや、そうですよね。毎日子会社の社長とか役員とか来て、うん、もう病室で打ち合わせをして、はい、何とかしてこう、ね、インパクトが出ないようにしようっていうのでやってたんですけれども、やっぱ社長倒れるってすごいインパクト大きいなということ で、 そうです、ね、まあ、まずそういう人たちからしっかり予防医療を広めてるとい う、 うところですね。ピボットもやった方がいいですか？社長佐々木なんですけど佐々木さんやった方がいいんじゃないです か、 そうですか。もう佐々木さん倒れたら大変だと思うので。そうですよね。あ、でもそう考えるとなんか最大のリスクヘッジというか、経営者の健康保っておけば、まあ、会社のサステナビリティにつながりますよね。いや、本当そうなんですよ。事業が伸びれば伸びるほど、うん、最大のリスクって社長役員の健康になってきますので、はい、まあ、そこのリスクヘッジはね、もうして当たり前の世界にしていきたいです、ね。いや、これなんでみんなやってないんですか今、逆に言うと。まあ、やっぱりもう、うん、本当に発想の問題だと思ってまして、うん、まあ、よく例えであるのは、なんかこう、みんなが馬に乗ってた時代って、うん、より速い馬は探すんだけれども、あの 自動車探そうって誰も思わないじゃないですか。はい、でお医者さんもやっぱりもう病気を治すものだっていう考えがあるので、調子が悪くなったらいいお医者さんをみんな必死に探すんですけれども、その前にそもそも健康を維持するために医者をつけようって発想がないなかったってところですよね。そっか、本当。じゃあ車っていう言葉を覚えると同じで、パーソナルドクターっていうのをちょっとインプットして、そうですね、馬から発想を変えなきゃいけないんですね。そうです、そうです。いや、面白い。ちょっと聞きたいことたくさんあるんですけど、あの、はい、かかりつけ医とは何が違うんですか？うん、かかりつけ医って、まあ、今まで基本的には何か症状が出た時に最初に相談する近場のお医者さんとかですよね。はい、ただやっぱどうしても例えば子供から大人になったら小児科からね、普通の成人の科になりますし、引っ越しをしたら多分全然違うかかりつけ医になったりするというところがありますので、あくまで症状があった時に最初に相談する今のってことなので、自分のその健康に対して戦略を作ってくれたりとか予防的に介入してくれるっていうのはないですよね、うん、なんで、まあ、そのあくまで受動的なのがかかりつけ医で、パーソナルドクターはそのクライアントのゴールを達成するために能動的に介入していきますので、うん、まあ、そこが結構大きい違い。あ、そうか、これも違うんですね。あと中田さん、まあ、アメリカにもいらしたんで、あと留学もされたんで詳しいと思いますが、アメリカだとメドテックとかすごい来てるじゃないですか、うん、そうですね。 どんな状況ですか、海外だとこの分野っていうかですね。アメリカだとですね、はい、まあ、もちろんその医療分野でもそうですし、はい、やっぱ予防医療の分野でもかなりいろんなスタートアップ出てきていまして、うん、まあ、まさに僕らの事業でもやってるそのデータっていうのが結構キーワードになってまして、はい、まあ、データを活用して一人一人にこう最適化された、いわゆるパーソナライズされた予防医療っていうのができる時代になってきてるんですね。でそれとともに、あのお医者さんの役割っていうのも、まあ、その病気になった人を治すっていうところから、まあ、健康な期間を最大化する、うんうん、あるいは戦略的にその病気を阻止するみたいなところに、もうその役割自体がパラダイムシフトを起こし始めていて、まあ、実際にこうもうサブスクリプションで定期的に病気にならないために医者をつけるとかっていう、まあ、プロダクトがたくさん出てきてまして、まあ、これはやっぱり日本とかアジアでももちろん将来的に出てくるものですし、うん、まあ、そのパイオニアでありたいなっていうので、まず事業を、ね。なるほど。なんかアメリカの詳しい投資家の関係者に聞いたら、フォワードっていう会社があって、はいはいはい、あの元 Google の社員が立ち上げて、うん、まさにサブスクで何ドルか払って、
普段からコンサル受けて予防医療やってるっていうのが、うん、まさにしかも医療をなんかアップルストアのようにしたいみたいなことをおっしゃってるって、はい、ま、すごい変化が起きてるんですね。そうですね、うん、まあ、本当まさにやっぱりこう予防医療ってやっぱり例えばですけどすごいお腹痛かったら、はい、もう病院が綺麗かとか、うん、お医者さんの対応がどうかとか以前に命が助かることが大事だけど、あんまり気にしないですね。そうなんですか、うん、でもやっぱりこう健康を守るとか緊急度が下がってくるとやっぱりそういう体験みたいなのがすごく大事になってくるんですよね。なんでそのシームレスさとか、まあ、ドクターのホスピタリティとか、まあ、行く病院の空間の良さとか、まあ、そういうのもすごく大事になると思ってまして、僕らもそのあたりはかなり重視してプロダクトを作ってます、ね、なるほど。ちょっと後でデモも見せてもらうんですが、やっぱシームレスとかルーティン入ってるっていうのがこのパーソナルドクターのポイントなんですかね。そうですね、なんかストレスにならないというか。そうですね、うん、スムーズさ、いつでもこうアクセスできる快適さみたいなところと、あとやっぱ能動的に介入して、まあ、戦略的にこう介入していくっていうところで、まあ、かつこう点ではなく線で関わっていくっていうところですね、うん、で僕ら の, あのサービスのタグライン、ブランドタグラインはライフクルーって言ってるんですけども、ライフクルー、うん、では人生にもう伴走する仲間の一人として医者をつけましょうと。いいですね、はい、まあ、ワンピースのチョッパーですね、はい、これよく社内で言うんですけど、なるほど、分かりやすいので、分かりやすいですね、はい、まあ、要はもちろん何かあった時に治療もするんですけれども、あくまで目的はその人の主人公の夢を実現するためじゃないですか、はい、なので僕らもその医学的な数値が良くなるってもちろん大事なんですけれども、あくまでそのクライアントさんがどういう人生を歩みたいかとか、事業をどう成長させていただきたいかみたいなところも把握した上で、じゃあ健康面ではこういう関与していきましょう。例えば会食は避けられないので、会食をしながらどうやったらこの数値全体をコントロールしていけるかみたいな視点で考えるんですね。はい、でそこが結構今までの病院での治療との違いかなと思います。あ、全然違いますね。パーソナルチョッパーみたいないるっていうのはめちゃくちゃいいじゃないですか。そうです、そうです。あ、面白いですね、はい、なるほど。ちなみにあのピボットもスタートアップの経営者多いんですけど、見てる人多いんですけど、うん、みんなこう言うんですよね。いや、自分はサプリを飲んでるし、はい、まあ、健康診断もやってるから別にそんなにいいんじゃないかみたいな、うん、そういう人ってなんて説得しますか、そういう人に対しては。これはでもまさにですね、うん、例えばじゃあサプリメントを飲んでる方になぜサプリメントを飲んでるんですかって聞くと、うん、なんか健康に良さそうだからとか、うん、なんか会食が多くて偏ってそうだからみたいな理由で、はい、じゃあサプリって言ってももちろん何百種類ってあるわけじゃないですか。どれを選ぶかみたいなところ意外と考えてなかったりするんですよね、うん、なんで、まあ、経営で言うと、まあ、戦略なき戦術に走ってるケースが多くて、うん、なんか流行ってるからこの点滴打ってみようかなとか、なんか体調悪いからサプリ何か飲んでみようかなとかですね、はい、なんであくまでやっぱデータで自分を把握して戦略を立ててからそのソリューションを選んでいかないと、もう足し算にしかならなくなっちゃうので、はい、よくいるんですよ、サプリメントがなんか気づいたら10個ぐらい飲んでますみたいな方とか、ね、そこでまさに戦略なき戦術の例で、うん、やっぱりこう自分の体にとって今何が必要かっていうのを理解した上でソリューションを選ぶっていうのがすごく大事で、はい、このまあパーソナルドクター、この予防医療って今患者さんが考えを変えなきゃいけないと思うんですけど、まあ、中田さんお医者さんなんで伺うんですけど、お医者さんも考え変えなきゃいけないんじゃないですかね、うん、今までは悪い人を治すとかいうことから逆転の発想というか、うん、そうですね、あの、まあ、これ言い方悪いですけど、体が悪い人が少なくなるとお医者さんの商売が上がったりになるんじゃないかとか思ったりするんですけど、その辺ってどういうふうに整理されてるんですかね、うんうん、まあ、それこそ何て言うんでしょう、はい、やっぱお医者さんもじゃあなんでそもそもお医者さんが生まれたかっていうと、うん、じゃあ病気に例えばじゃなりますよね、はい、なって助けられるなら助けてあげた方がいいじゃんって、要はより長く健康に生きれた方がいいじゃんっていうのが結局ゴールですし、はい、医師法でも別に医師の役割って病気を治すこととは定義されていなくて、うん、公衆衛生を高めることとか健康でいられる期間を最大化すること、うん、ここが本当のゴールのはずなんですよ、はい、ただやっぱこの歴史の流れの中でこう医者とは病院にいて患者さんが症状を自覚して来てから治すものだっていう、そうですね、まあ、ある意味もあの先入観がこう生まれちゃったんですけども、はい、うん、今ってもう病気が大きく変わってるわけですね、うん、100年前と今ってお医者さんのモデル変わってないんですよ。病院クリニックにいて、はい、患者さん側が異変を感じたら来るってモデルなんですけど、確かお医者さんは待ってる側ですよね。そうなんですよ、待ってる側なんですけれども、うん、これ結核とかでね、人がたくさん死んでいた時代は症状が出てからっていうので良かったですけど、やっぱもう今ってがんとか心疾患、脳卒中とか、うん、こういわゆる現代病っていう病気と戦っていかないといけないので、こういう病気って症状出ないんですよね。サイレントキラーってよく言いますが、なんでこう静かに成長してきますんで、あのそもそも体調が悪くなってからお医者さんっていう発想自体が古いんですよ。勝てない。でじゃあ医者のモデル自体を改めて、そのゴールは健康でいることなので、うん、そのためにはやっぱ医者の役割自体をこうシフトさせていきましょうと。うん、中田さんってなんでそういう考えになったんですか。あの普通に黙って医科歯科大を出てお医者さんになってれば、待ってれば患者さん来て、まあビジネスになったわけじゃないですか、まずは飛び出してって予防医療パーソナルドクター広めてるのは何でなんですか。
はそれこそですね、はい、やっぱり患者さん目の前にいて、まあ、助けたいじゃないですか。助けたいんですけれども、もう来た時点で例えばじゃあステージ4のがんで、じゃあがん大腸がんで腸に穴が開いて腹膜破傷を起こしてますってなったら、もうその時点でもう5年生存率っていうんですけど、もう助かる確率って2割切っちゃうんです、はいはい、でそこから我々がもうじゃあ例えば40年とか医者のキャリアを使って最強の医者になったとしても、結局もう来るオンセットが悪ければ助からないんですよ。でももしこの人に1年2年早く会えたら、もう9割とか、はい、より多くの人助かるじゃないですか、なんで、まあ、その目の前の患者さんを救う技術磨くっていうのもすごく大事なんですけど、そもそもここに流れてくるまでのモデル自体変えた方が、まあ、インパクトが大きいよねというふうに思って、まあ、起業したっていう。いや本当起業家ですね。そうですね。なるほど。いや本当にあのインパクトの大きさが分かったところで、ちょっとテーマ2というか、じゃあ個人として何をやったらいいのかっていうのを聞きたいんですが、まあ、戦略的な健康管理方法ということで、実際ウェルネスが提供するサービスって どんなことができるんですかね。まあ、はい、あの本当包括的にあの予防医療やりますっていうサービスになってまして、はい、まあ内容はシンプルでして、パーソナルドクターっていうその予防医学をちゃんと勉強したお医者さんが一人パーソナルにつきます、で四半期に1回、3ヶ月に1回はもう定期的にドクターとのセッションがあって、まあ、じゃあ次の人間ドックで何々さんの今の年齢健康状態では何を受けたらいいかみたいなのを検査を決めるところから入っていって、はい、実際にそのデータを見ながらパーソナルにじゃあどういう戦略で今後健康を守っていこうかとか、今後どういう検査スパンで受けていこうかとか、食事はどうしようかとか、運動するとき何に気をつけようかとか、まあ、そういう戦略作りを一緒にして、で実際定期的にデータを追いながら伴走していくっていう、まあ、こんな感じでですね、自分の医療データ、健康データみたいなものが全て集約できるようになっています。はい、すごいですね。で結構ですね、例えばこういう画像検査を受けても、はい、本当にこの異常なしだけテキストで返ってきて、あ、問題なかったんだ、で終わっちゃう方、結構多い。もうここで終わりです。あ、明日からまた普通に過ごそうみたいな。そうですよね。ただやっぱこれ実際に見ていくと、年々例えばですけど、これ動脈エコーって言って首 の超音波検査なんですけど、はい、やっぱ年々見ていったら異常ではない、要は病気のラインは超えていないけれども年々動脈硬化が進行しているよねみたいなことが分かってきたりするんですよね、はい、こういうのをしっかりと深掘って分析していったりとか、あとやっぱ健康診断ってあくまでその時に受けたあの検査結果で問題があるかなか、ないかってだけなので、やっぱ過去からどういうトレンドがあるかとかってまで分析してくれないんですよね、はい、そこをしっかりこうデータ蓄積していくことでこうパーソナルアドバイスしていくというようなところだったりとか、あとは例えばですけど、この悪玉コレステロールとか善玉コレステロールとか、これ健康診断でも皆さん測ってるんですけど、それぞれの数値が健康だったとしてもこんな感じでですね、例えばこれ今動脈硬化の指標としてはこの LH 比って言って、なるほど、この数値とこの数値のバランスがどうかっていうのが重要だったりするんですね。なんでこの検診結果をただ眺めてるだけでは見えてこない異常みたいなのもあるんですよ。でもこれはプロじゃないとなんかリテラシーが我々ないので、まあそうですね、なんか分かんないですよね。まあそうなんですよ、なんでデータをやっぱあるだけでは意味がないので、まずデータを貯めましょうと、でそのデータ貯めたデータに対してじゃあ具体的に今どういう課題があり、まあ、5年後10年後どういうリスクがよ、ね、想定されるのかみたいなのをこう一緒にドクターと考えながら、じゃあこういう戦略で予防していきましょう、こういう戦略でパフォーマンスを上げていきましょうっていうところをアドバイスしていきますと。でこういうあの画像データみたいなのも全てこう蓄積されていくので、例えばちょっと専門医の意見を聞きたいみたいな時に も,、はい、もうクラウドを活用して、あのセカンドオピニオンを取れるようになってますので、あの海外に移住した日本人の方とか、そういう方も今使ってくれてまして、いい、ね、海外行くと不安ですもんね。そうなんですよ、転々としてる中でもデータが常に自分のドクターと共有されていて、まあ、どこでも見られますし、なんならその現地のドクターに僕のデータはこうだっていうのを見せられたりするので、まあ、自分のデータを持ってるって資産ですよと。でこの、まあ、人間ドック健康診断とかであの受けたデータももちろんここに集約されてきますし、ちょっと病院行ってこの検査してきましたみたいなものもパーソナルドクターに皆さん共有してくださるので、まあ、そういうデータも全部溜まっていき、あとはまあこうアップルウォッチつけたりとかオーラリングつけたりとか、そういう方も多いと思うんですけど、まあ、そういうライフスタイルデータみたいなものも全て集約できます。あ、睡眠とかも分かるんですね。そうですね。蓄積されるんですね。そうです、そうです。なのでこういうウェアラブルデバイスで取れるデータもそうですし、あとはこう家族がどういう病気で亡くなったかみたいな、いわゆるメディカルヒストリーですよね。まあ、こういう情報とか、まあ、その人の将来の予測をする上で重要なデータっていうのは全部一箇所に蓄積できるようになってまして。まあ、なんか右、あれチャットボックスですかね、下に。そうですね。はい、これはここでもう365日チャットができるようになってまして、何か気になることがあったり、はい、あるいはこちらからのご連絡とかも全てここで完結するという形で、これがシームレスですよね。なんかわざわざなんか立ち上げてやるっていうよりも全部この中で完結してるので、いや本当そうですね、日々のなんか仕事の中に
入り込めるというか。そうですね。なので、うん、データ管理もそうですし、何かあった時の相談もそうですし、うん、まあ、そういうものが全部一つのアプリで完結して、ただそのテックタッチでただアプリで完結するだけではなくて、うん、あくまでそこにやっぱドクターがいるっていうことが僕は価値だと思っているので、なるほど、アプリをうまく活用しつつ、ドクターがちゃんと伴走するっていう。うん、はい、デジタル×アナログみたいな、ね、あ、そうか、ちゃんと裏にリアルな人がいる、ね、お医者さんがいるってことですね、はい、アプリでもパソコンでも見れるってことですね。そうですね、モバイルアプリでも、はいはい、見れますし、まあ、ユーザーさんは基本モバイルアプリを使うケースが多いですね。あとやっぱりスケジュールっていうのもあるじゃないですか。やっぱりここが肝かなと思ったんですけど、はいはい、そうですね、うん、もう次の予定をしっかり立てて、今年はどういう理由でどの検査を受けて、もしこれでこういう問題があったら次こうしてみたいなのを、うん、やっぱ戦略立ててスケジュール化しちゃうっていう。まあ、よく歯医者さんとかはね、定期的にこうクリーニング行くのが少しずつカルチャーになってきたと思うんですけど、やっぱお医者さんってなると調子悪くなってから行くって方多いので、もう仕組みでこう定期的に接点を持っておくと、まあ実際これで結構いろんな病気見つかるんですよね。例えばですけど、もう今までクライアントさんで 3,4 人見つけてるのは、関連粛性狭心症っていう病気がありまして、まあこうたまに血管がキュッてこうスパズムっていうんですけど、連縮して、まあ、心筋梗塞とかにもなり得る病気なんですけど、やっぱ5分とかで痛みが良くなっちゃうので、みんな病院行かないんですよね。あ、うん、まあ、ほっといたら良くなったから行った。気のせいかっていう。そうそうそう。うん、なんですけど、こういう時にパッと声を相談すると、いや、それはおかしいから行った方がいいってなって、まあ、実際診断に結びついて、まあ、それで治療できてるみたいなケースもあるので、こうやっぱ定期設定を持ってちゃんと深掘ってヒアリングしていくっていう、あくまでやっぱりかかりつけ医というか、今までの医療のモデルだと患者さん側が言ってきたことを聞くっていう感じじゃないですか、はい、うん、受け身な感じで、そうですよね、うん、でもこっちから深掘ってこういうのないですかって聞くと、あ、確かにあるかもみたいなことってよくあるんですよね。だからそういう意味で本当にこちらから能動的にこう介入して一緒にサポートしていくみたいな、うん、ところが結構特徴かな。しかもまあ人間ドックってみんな受けなかったり忘れたりとか、まあ、ちょっと急な仕事入っていかないみたいなことは多いんですけど結構このスケジュールに入ってたら、ちゃんと、いや、今回はダメだったけど、次ちゃんと行ってくださいねとかも言ってくれるんですか？そうですね。そうですね。そのリスケのある意味ね、タイミングとかどうするかとかも全部こちらで巻き取るので、うん、まあ、結構ね、一回予約してたけど、忙しくてスキップして、そのまま行かないとか、はい、もう何ヶ月も行かないって人多いじゃないですか。僕はこちらでね、しっかり後追いをしていくっていうのもありますし、うん、あとやっぱ人間ドックとかも皆さん、こう、いい人間ドックとかをね、せっかく受けてたりもするんですけど、こう自分にパーソナライズされてないんですよね。なんで、あくまで一般的な健康診断、人間ドックって、一般基本的に頻度が多い病気を調べてるだけなので、はい、実は自分自身のリスクを考えたらこの病気を調べた方がいいっていうケースってあるわけですよ、はい、よく膵臓がんとか、あと喉のがんとか見逃されやすいですけれども、はい、やっぱ自分のリスクの高いところをしっかり優先的に見ていくっていうのが大事なので、まあ、そういう意味でもやっぱドクターいるとこう、まあ、見逃しリスクとかを減らせるんじゃないかなと思ってまして、病院行って健康診断とか人間ドック受けるとなんかオプションがつけられるじゃないですか、はいはいはい、でバーって言われるんですけどなんか分かんないんですよ。そうなんですよ。何を受けたらいいのかみたいな分かんないですよ。でも全部って言ったらもう何万円とかになるので。そうですそうですそうです。これだとそれも教えてくれるんですか？そうですね、はい、なんでもう何をそもそも受けなきゃいけないのかっていうのを理由付きでちゃんと説明していくので、逆にいっぱい受ければいいってものでもないのでね。そうなんですよね、はい、ちなみにこれ月額いくらとかって。月額はですね、はい、今3万円から5万円ぐらいで、全てのサポートを含むと5万円で、3万円のプランもあるっていう感じなんですけれども、まあ人間ドックもついて、何かあった時の病院のご紹介とかもして日々の対応も全てして定期面談もしっかり組んでっていうプランだと月5万円ですね。あ、でもそれだったら全員やった方がいいですね。まあそうですね、経営者なんか全員やった方がいいし、ビジネスパーソンでちゃんと管理したい人は、うん、投資としてやった方がいいです、ね、まあそうですね、うん、本当にそれで健康を変えるならっていうね、うん、まあ、週1パーソナルトレーニングに行くぐらいの価格感なので。確かに。それで専属ドクターがしっかりついてね。パーソナルドクターいいですね。そうですね、はい。これなんか一気に流行りそうじゃないですか。はい、流行るというか。そうですね、はい、うん。まあ本当に、まあ実際にこう、アメリカとかで、まあ、流行ってきてるっていうのもありますし、うん、やっぱり自分の健康に関心を持つ人自体が増えてる印象を持ってるので、もうこれからね、爆発的に流行るんじゃないかなと思ってますけどね。うん、いや、あと、この中田さんのこのウェルネスでいいなと思ったのは、今までなんで患者のデータって自分で管理できないのかと思ったんですよね。うん、まあお医者さんがカルテとか見てるじゃないですか。うん、それ私のじゃんと思ったんですよ、うん、だからもっと自分で管理したいなと思ってたんですけど。そうですよね、本当の意味なんか患者主権というか、うん、患者にデータを取り戻してくれてるような気がしますよね。そうですね、まさにですね、うん、これはやっぱテクノロジーの進歩っていうのもありますし、うんうん、まあ、それこそさっきの話ですけど、データがあっても意味ないというか、うんうん、あっても読めないでしょみたいな感覚で提供されてないっていうのもあるんですよ。あ、なるほど。ただこのユーザー側にパーソナルのお医者さんがついてるってなると、はい、現場のお医者さんからしても、うん、あ、じゃあこれを共有しとくねってなるじゃないですか、はい、うん、そうするとこう自分でちゃんとデータ保持できる世界になるかな。そうですよね。もちろんお医者さんもちゃんと提供してくれてたんですけど、こっち側が患者側はリテラシーがなかったから、うん、うまく使えなかったっていうのもありますよね。まあ、そうですね、まさに。そう、これでじゃあ患者さんもデータの読み方を学んで、うん、お医者さんとの会話も
そうですね、より生産的になるというか。そうですね、やっぱサービスね、3年目4年目の今のベテランのクライアントさんとかだと、うん、結構もうリテラシーが上がってきてるので、はい、あのこのデータがこういうふうになってるんだけどどうとかって今日も朝チャット来てたんですけど。そうそう、すごいレベルが上がるんですね。そうです、どんどんやっぱりそうレベルが上がってきて、で僕アメリカで研修というか、うん、あの実際に外来見せてもらった時に、あのすごくこう患者さんがですね、自分からいろいろ言ってたんですよね。この薬朝じゃなくて夕方の方がいいんじゃないかしらとか、はい、うん、ただやっぱ日本だとどうしてもなんかもう先生の言うことを聞きますみたいなスタンスの方がやっぱ多い印象があって、はい、やっぱユーザー側のリテラシー高めていくことって、まあこんだけ情報社会でこんだけソリューションも増えてる中ですごく重要なので、うんうん、で僕はどっちかというとそのユーザーさん側に寄り添ってリテラシーを底上げしていくみたいなと、なるほどに、はい、興味があります。あとまあ患者側も怪しいネット情報とかでお医者さんになんか迷惑かけちゃうみたいなことあったと思うんですよね、うん、なんか根拠ないことをお医者さんにぶつけてお医者さん困っちゃうみたいな、はいはいはい、でもこれがあるとちゃんとしたファクトに基づいて質問もできるので、まさにすごく建設的になりそうですね、医者と患者の関係というか、はい、なんで結構これを持ってクライアントさんが病院とかに行くと、うん、病院の お医者さんもこれすごいねってなって、そうですよね、今日そういう声もうやるなみたいな、そういただいてますね、はいはい、あとまあパーソナルドクターが裏にいてくれると安心というか、そうなんですよ、ね、なんかあんまり緊張せずに、うん、やっぱり白衣着てるとやっぱり威圧感というか、そうですね、威圧感というと失礼ですけどやっぱ迫力があるんですよね、まあまあまあそうですよね、今日もちょっと緊張してるというか、はい、なんか、はい、そういう感じになっちゃうので、はい、いや、うん、チョッパーがいるんだぜみたいな、そう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 、カジュアルな、ね、ドクターが一人ついてるだけで全然違う。ああいいですね。なんか他になんかアピールする機能とかありますか？そうですね、あとはですね、まあこれは、はい、まあ、今はですね結構忙しい本当にもう経営者の方とか役員の方とかが多いので、うん、まあこのデータ見ながらパーソナルにお医者さんアドバイスしていくんですが、うん、このデータをこう自動で分析してですね、はい、実際にどういう課題が今秘められてるかとか、将来どういうリスクが高いかみたいなものを過去の論文とかを情報をもとに分析できるような仕組みになってまして、ここを見ていただくと、まあ、結構ネットとかにもこう間違った情報たくさんあると思うんですけども、もう本当に論文ファクトに基づいた情報だけがここに集約されていて、まあ、ある意味ここに見ればもう自分がどういう健康行動を取るべきかみたいなこともあの分かるようになってるんですね。なんで将来はまあこういう形で、もちろん全員にパーソナルで一人お医者さんつけたら最高ですけれども、これ70億人に届けられるかって言うと難しいので、確かにその部分はうまくまああのテクノロジーを使って実現していこうっていう。すごいですね。こういう情報って Google にもないし、チャット GPT もないじゃないですか。そうですね。やっぱり穴場というか、しかも正確でファクトにあるっていうのはいいですね。そうですね。まさに。これ365日対応してるんですか？そうですね。すごいですね。はい。じゃあ常にそのお医者さんがスタンバイしてるみたいな感じですか？まあそうですね。ただ我々のサービスってあくまでその健康を維持するとか予防的な介入していくってコンセプトなので、うん、今連絡して1分後に連絡が来るかっていうと、はい、それはそうじゃない時もあります。うん、なるほど、はい。ただ24時間以内には必ず返答が来るような仕組みになっていて、いいですね、まあ、そのためのバックアップ体制があるみたいな形ですね。今後そのお医者さんを増やしていくんですか？そうですね、うん、もちろんなるほど、ビジョン共感してくれるお医者さんは常に募集してますね。どうですか、皆さん共感してくれる人増えてきてますか？そうですね、うん、やっぱりあの、まあ、2つの意義があるかなと思って、まあ、シンプルにまず1つはあの現場にいると予防医療の重要性すごく痛感するんですよ。あ、そうですか。ただやっぱそれを形にするものがなかったんですよね、今まで。本当にもう患者さんに外来の限られた時間で、いやこれもう次ならないようにこうしなきゃダメだよっていうアドバイスをその場ではしますけど、うん、その後どうなったかなってもう全く分かんないですし、いや確かに、うん、やっぱこうなかなか限界があったので、まあ、こういう形っていいよねってシンプルに持ってくるお医者さんが多いっていう話が一つと、あとちょうど今年2024年にあの医者の働き方改革っていうのが起こりまして、はい、で2025年にはあの、まあ、いわゆる、なんていうんですか、2025年問題って言いますけれども、ね、はい、段階の世代が高齢者に入っていくと、はい、いうとなるとですね、ちょうどお医者さん あの構造自体がこれからシフトしていくんですよ。なるほど、確かに、うん、そうなんで働き方も変わり、人口構造も変わっていく中でお医者さんの役割って確実に変わるよねっていうのはみんな気づき始めてまして、まあ、そういう中でかつこう意義がある予防医療っていうモデルにこう入りたいっていうお医者さんはですね結構増えてるかなっていう。そうか、まあ、医師不足とかも起きると思うので、例えばそのパーソナルドクターになった人が増えれば増えるほど予防医療で、まあ、より医師 この能力が均等に生産性上がるっていうことでもあるんですかね。まあ、そうですね、はい、それを僕らは証明したいと思ってますけどね。あ、確かにそうですよね。なんか国全体としてはそっちの方がいいですよね、うん、まあ、そうですね、まさに。なるほどなるほど、はい、分かりました。すごくデモが、まあ、納得感があったんですけど、今後、まあ、どうなるのかというのでパート3に行きたいんですが、まあ、健康データを制するものが勝つということで、うん、まさにこの健康のデータ管理が増えてきて、なんかウェルネスさんとしては、うん、今後どうしていきたいですか？なんか今後のビジョンというか。
まあ、ビジョンはですね、はい、もう本当に我々の会社のビジョン、防ぎ得たし後悔をなくすっていうビジョンを掲げてまして、うんうん、まあ、今結構こうアンチエイジングムーブだったりとか、はい、不老不死だとか、うん、これはこれで、まあ、あの追求しても面白い分野だと思うんですが、まあ、今は残念ながらやっぱりこう人って寿命がある生き物だと僕は思っていて、はい、じゃあ何が大事かって考えると、まあ、死ぬ時に後悔がないってすごく大事だなと思ってるんですね、うん、でこう自分の体の状態を健康のうちからちゃんと可視化して事前にリスクを分かっていて、はい、やるべき検査をしっかり受けて自分ができる範囲で自分のリスクに対してリスクヘッジをしていれば、まあ、できること全部やったかなと思って死ねると思うんですよ。ただほとんどの方はあの時ちゃんと人間ドック行っとけばよかったとか、 あの症状があった時すぐ病院行けばよかったとか、やっぱ後悔残して最後迎えるんですよね。でこれをまずなくすと、そのためにはやっぱデータを可視化してまず自分の健康状態が今どうなっていてこのまま行くと5年後10年後どうなるかっていうのを予測できるような世界っていうのをまず作りたいですね。でそれによってこう防げた死とか防げた後悔なくしましょうというのがまあ会社のビジョン。なるほど、うん、結構お医者さんにとっても辛いですよね。なんか来た患者さんが実は健康診断 D とか E 判定出てたのに、うん、ほっといてから来ちゃって、そうだね、もう手遅れで、うん、お互いどうしようもないみたいな状況もありますもんね。いや、本当にそうなんですよね。うん、それをじゃあ防ぎたいっていうことなんですか？そうですね。まず検査を受けて終わりになっちゃってる方すごく多いので、うん、そのデータをちゃんと活用して、でもちろん現状を理解するっていう意味でもそうですし、うん、それを理解してその将来のリスクを下げるとか活用していける世界観を作りたいなっていうのはありますね、はい、ちなみにライバルはいるんですか、ウェルネスのライバルって。そうですね、うん、まあ、大きく想定されるとすれば2つあると思ってまして、うん、1つはこう PHR を開発しようとしている会社さんってありますよね、はい、うん、ただやっぱり PHR があったとしてもこのデータをさっきの話でどう活用するかっていうのが大事で、うん、ここには絶対このデータを読めるドクターっていうのが僕は必要だと思っていて、まあ、そのじゃあお医者さんの、チーム作りマネジメントができるかって結構難しいと思ってまして、うん、ここはあるかなっていうのが一つと、あと逆にもう一つはですね、まあ、現状では競合というか、まあ、間接的には競合っていうところでいくと、まあ、いわゆるあの人間ドックとか、まあ、高級人間ドックとかですね、うん、ちょっとこうリッチな人間ドック市場とか、あとは逆にこうクリニックで本当あの個人のクリニックとしてやってるお医者さんがパーソナルドクターを始めるケースとかっていうのが、はい、個人としてやるみたいな。そうです、今少しずつ増えてきてるんです、ね、はい、ただじゃあこのダッシュボードとかにデータを管理できる仕組みとかプラットフォーム型で全国のお医者さんとのネットワークを築けるかっていうと難しい、うん、と思ってるので、むしろ僕らはそういうクリニックさん先生が増えてきてくれたら僕らのシステムを使ってパーソナルドクターはあなたのクリニックでやりませんかみたいな、はあ、そういう世界を目指してるんですね。なるほど、はい、確かに一人でパーソナルドクターやろうと思ってもじゃあ何をしたいか分かんないですね。 LINE 交換して質問受け付けますか言っても夜中に来たりとかするでしょうし、そうなんですよ。で自分でこう予防医学を勉強するって言っても限界がありますし、はい、何かクライアントさんになった時紹介できる先も自分の学生時代の友達ぐらいしかまあないじゃないですか。アナログしかやりようがないですね。そうですよね。でそこをこう我々がプラットフォームしっかり作るということで、まあ、ある意味クリニックでもパーソナルドクターってやるのが当たり前になったらいいなっていうのは一つあります、うん、なんで競合というよりは本当にまあ、ある意味パートナーになるのかなっていう。確かに、だからマーケットを広めたい、広まりますもんね。パーソナルドクターマーケットがどんどん広まった方がウイルスにとってもいいし、そうですね、まあ、もっと奥にあるビジョンにとってもいいですよね。そうですね、やっぱ僕自身なんかまあ自分の何でしょう、まあ、それこそ自分でなんか収益上げただけだったら一つのクリニック作ればいいと思って、そうですよね、やっぱりまあね社会がこうなったらいいなと思ってやってるんで、はい、まあ、そうするとやっぱこういうお医者さんとかがむしろ我々と組んで、うん、まあ、より一緒に予防医を広げてくれる世界になったらいいなと思ってますけどね。どこの辺で生成 AI はどうなるんですか？なんか生成 AI が分析したりとか、うん、よりまあ、チャット自動的に回答ができるようになったりするんですかね？あ、そうですね、はい、もう実際ねそのチャットで症状を自覚した時に、うん、まずAI チャットボットみたいので、はい、こう問診してってくれるようなサービスって実際にも今ありますし、はい、それは一つ進むかなと思っているのと、ただやっぱりさっきも話しましたけど自覚症状があるから AI に相談してるわけなので、あくまで AI が対応できるのって本人から相談が来た時じゃないですか。そっか。その前を捉えるためにはやっぱり生活習慣とか採血のデータ、画像データとかってこのいわゆる客観的なデータを分析する仕組みが必要で、僕らどちらかというとそっち側を作っていってるっていう形、ね、そうか。そういう AI ができてまだ古いままって受け身ですね、 AI が。そうなんですよ。僕は能動的に介入しうる AI みたいなものはあり得るかなと思ってまして、でこれがしっかりデータが溜まっていって、どういう介入をした人がどういう健康状態になったかっていうのはこれから溜まっていくので、うん、そうするともう今のデータあるいは過去3年分のデータとかを学習させたら自分が5年後10年後30年後にどういうリスクを抱えてるかってある程度分かるようになってくると思うんですよね、はい、うん、でそうなってくると本当に早めに手を打てるというか、この自分のデータが資産となると思ってまして、うん、でまあ一つはもう健康資産っていうのがあるんですけれども、うん、まあ、ある意味これがじゃあ例えば5年後10年後に生きてる確率が同世代の人と比べて何パーセント高い低いみたいなのが出てきた時に、はい、
これって健康資産が金融資産に転換される時代が僕は来ると思っていまして、 AI が進歩するとですね、うん、今保険料とかももう年齢があって性別があって、はい、でまあ健康状態が一定以上だったら全員同じ保険料ですってなってますけれども、はい、これがその人の健康リスクによってパーソナライズされたりする。実はアメリカでそういうベンチャー出てきてるんですけれども、うん、とか例えばじゃあ不動産で家を買いたいとか、なるほどなるほど、例えば会社で銀行の融資を引きたいとなった時も、はい、健康であった方が評価されるみたいなこと全然あり得るわけですよ、うん、なぜなら健康リスクっていうのは返済リスクになるから、うん、って考えるとこのフィンテックとヘルステックがこう結びつくみたいな世界がこの AI の発展とともに絶対どこかで来ると思ってますので、まあ、そうやってくると本当健康であること、あるいは自分のデータを持っていることが金融的な価値にも転換される世界が来るんじゃないかなと思ってます、ね、うん、なるほど、まあ、もちろん病気なので不可抗力もあると思うんですけど、まあ、予防医療だと個人の努力でできるところもあると思うんですよね。なんかそういうインセンティブにもなりますよね、うん、そうですね、健康であることが他のメリットにもつながるっていう、そうですね、うん、まあ、そうなるとさらに健康に取り組んでくれる人が増えるかなと思ってるので、はい、うん、なんでもちろん健康自体大事だよね、でそれに対してお金払う人もいます。ただやっぱり健康であることが他のところでもメリットってなるとね、やっぱより多くの人が健康に投資するようになると思いますし、うん、あの関心を持つようになると思うので、まあ、最終的にそうなったらいいなと思ってます。なんか最後の質問なんですけど、まあ、中田さんがこのパーソナルドクターを広めてどんな社会っていうか作りたいんですか、どんな世界。まあ本当にでもさっきの、うん、まあ、人が結局一回の人生なので、やっぱ豊かに人生を過ごしてほしいし、最後に後悔がない人生を送ってほしいっていうところですね、うん、なんでそんなに強い思いがあるんですか。まあ、やっぱり患者さんが目の前で死ぬのをね見てますので、うん、やっぱそれをどうやったら防げたんだろうっていうのを考えていくと、やっぱりもうそもそも始まりが悪かったって思うんですよね。要は接点を持ったタイミングがあと1年2年5年早ければっていう。で僕がまあ最後起業するきっかけになったその大社長、さっきちょっと出てきた大社長の、あのエピソードあるんですけれども、まあ、君にあと5年早く出会えてたら僕はこうなってなかったねって言ったんですよ。その人すごくお医者さんが嫌いで、病院に行くのも嫌いで、結局行っても3分でちょっとパッとやって薬出すんでしょ。嫌いだったんですかね。まあ、やっぱりその今までのいわゆるパターナリズムじゃないですけど、あ、まあ、お医者さんの言うことを聞くみたいな話もあるし、あ、まあ、短い時間で、まあ、ちょっとちゃんと話も聞かずに薬出すだけでしょみたいな印象があってたんですよね。ただやっぱり病室でこうしっかりコミュニケーションを取っていくと、あ、もう先生みたいな医者ともっと早くやってたら僕こうなってなかったねっていうのを本当誰もが認める大社長がね言うわけですよ。で僕より全然その医療の経験は多い先生たちの言うことは聞かないのに、自分の言うことはすごく親身に聞いてくれたっていうのがあって、やっぱだから医者ってもちろんその医療的な技術とか知識とかすごく重要なんですけれども、やっぱあくまで前提人である以上コミュニケーションだなと思ってまして、まあ、それちゃんと一緒にこうビジョンを描けるとか、やっぱ一緒に伴走してくれる医者っていうのがもっと増えていくと、まあ、本当にこう予防医療が社会実装されるんじゃないかなっていう。なるほど、まあ、そこで実感したっていう。そうか、そのパーソナルドクターのパーソナルってすごい深い意味っていうか、個人と人間と人間同士の関係という意味なんです、ね、まあそうですね。あ、ま、でその方が、まあ、もちろん技術は当然大事なんですけど、うん、さらにそっちが大事になってるっていう時代なんですね。そうですね、で、うん、まさにもう AI がね、さっきの話ですけど、はい、これから出てきた中で、うん、多分論文を1日で読める数とか、そうですよね、医療知識レベルは、まあ、叶わないですよね、AI が多分勝っていくと思うんですよ、ね、はい、そうするとそれを活用してどうコミュニケーションを取っていくかっていう部分がやっぱり医者の役割になっていくと思うので、そういう意味でもこれから本当そういうドクターが増えていくといいなと思ってますね。わかりました、ありがとうございます。本当になんか自分の体とか医療とかドクターの考え方がすごい変わりました。ありがとうございます。本日のアンドトークは、ウェルネス代表取締役医師の中田幸太郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。